はいと2020年6月4日ドラクエウォークダークキングの本日はあれからいろいろやってみまして、イオとデインで特化してどんな感じになるかなって試したのが常闇で、あのあれ名前出てこん、タイマー好きとか雷神の槍、それからゴストスマッシュ、ゴストスマッシュ、ゴッドスマッシュ、なんかいろいろバラバラで売ってみたんですけど、どれもこれもなんかあれだね、2回振ったダメージで別に無理になんか魔法戦士で固めてフォースブレイク狙って属性一緒にして打ってかんでもいいんじゃないかなと思っとったんですよ。バラバラで打っとってもそんなになんかダメージ変わらなくて、無凸の比較として試しにやっとったんですよ。こちょ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 、まあとりあえずやってみましょうということで2つ構成を作ったんですけど、まずはそうだね、デインからいこうかな。というのがこの魔法戦士でライデイン打ってこれでフォースブレイク狙いたい、それから雷神の槍、アリアハン、私の手持ちです。一応回復1枚入れました。こんな構成どうかなって。その次がイオで、これも似たようなことですね。これでイオナズン打って、フォースブレイク狙いたい。で、ゴスマゴスマ、ここでフォースブレイクに便乗したい。回復1枚入れました。で、バトマスはいますということで、その2つやってから最後に、このバトマス捨て身かけていけんかなって。どれぐらいになるんかなってところで、とりあえずじゃあ、まずは全員でやっていきましょうということで。これでもさ、逆にさ、あれすぐ入れちゃう？ひょっとして。いや、メガモンがさ、これだけ、ね、弱いじゃなくて強くない？まあまあ、やりやすいレベルまであると、高難度が怖いよね。だってこいつ取らんと、ドルマ耐性取れんのですよ。で、それがすごい微妙だと思ったんですよ。だっていかにもあれだもんね、パラディーム向きってなんですよ。どっちか言うとあれだもんね、攻撃よりちょっと防御の方にシフトしてある。7対3とまで言わんけど 6.5 対 3.5 ぐらいでね、これ多分ドルマ耐性やって転びもあるでしょう。そこら辺持ってかんと多分、いや勝手に考えたんですよ。だってダークキングよりどう考えたってあのスライムの方が強いんだよ。あのスライム3匹軍団の方が、あいつ何歴代どう最高レベルに近いぐらい、ゾーマよりはきついんじゃない？で、遡っていくと、どう、あの、悪魔大王だったか、あの、パシリ三兄弟、それから正月の氷か、そこぐらいになるよね。で、もっともっと遡るとギガデーモンだもんね。なんか、それだけ余計不気味だよな。あ、これ、つけとるのは、あの、バフはいいですよね。多分、いらんと思ったんで。これ、じゃあ、もう、そば持っていこうか。あ、いかん。命を大事にしとった。しまった、しまった。作戦で買えなあかん。しまった、しまった。作戦で買います。これが多分ね、オートでやるとね、イオナズン打っちゃうと思うので、ライデン打ちたいんですよ。そこまであれだね。なんか、どれも、フォース入った、フォース入った。よしよしよし。ダメージが変わるってわけじゃないね。ただこれでライデン打たんとオートできんもんで、だったらイオで固めた方がいいかなって。っていうか、私よりこれ応援団の方が強いね。これがあるか、すっころびがあるか。ほっとあれだね、安定性考えるなら最初に何、守りの盾打ってそれからですよね。そのパターンが一番いいだろうね。おう、やっぱダメージ出るだ、スダフリだ。無凸で割れだな。そうだな、まあ転んでもこれぐらいのダメージだからいいんだけど、やっぱこうないのが怖いよな。どれでもなんか別に毒性絡めんでも混合でもいいかなと、それは思いますね。素直にね、こうやっとって思った。なんかこれでフォースブレイク入ったんで、ちょっとオートで行ってみましょうか。ライデン打ってくればいいんだけどな、これで。ああ、ありがとう、ライデン打ってくれるわ。いいな、いいな。1600、2400ぐらい、うん、回復して、次は次は次はこれでメガスラッシュ1400、変わらんぐらいか。ああ、あれはあれでしょう、会心でしょう。おお、なるほどなるほど、やりやすいね。デインちゃんとあれだね、魔法戦士がライデン打ってくるのやりやすいね。これでそろそろちょっと逃げていこうか。ちょっと逃げていこうか。終わっちゃうとかあんで。どれが早いかなと思って。
もっと言うならあれだよね、レンジャー1人入れる、ここもうあれだよね、回復なしでレンジャー入れてその縛りの運ゲーにかけるっていう手もありですよね。ダメになったらやり直すとかね、別に1人や2人多分倒れたってなんとかなると思うんですよ。あ、いや明日からね、これどれが早く一番いけるかなって、構成的に、うん、そこを見たいんですよね。次はイオで行ってます。それでこれでイオで行って、また途中まで試して逃げてきて、最後この構成で捨て身かけてやってみます。それで行こうかなって。どっちがいいんかな、素直に素直に。そんななんか変わらんようなあれかなと思うんですよね。ドルマのタイマ好きでもね、1500ぐらいだったかな、パラディンに、全員パラディンで。で、雷神のやりがね、400×4 の1600ぐらい。ゴッスマが1500、600だったから、どれ打っても変わらんよね。まあもちろんパラディンにやらしとるもんで、心の構成とかが、うん、若干よろしくはないかなっていうのはありますけど、レベル的にみんな似たような55、54前後ぐらいだから、そこまで力差があるわけじゃないから、装備だって別にね、ドルマに特化した、それからイオに特化した防具私持っとるわけじゃないから、デインならまだねここら辺があるから分かりますけど、これかこっちか、イオの方はないからね、他の方に関しては。そう考えると私の構成でいくとデインで行った方がいいんかなっていうのはありますよね、素直にね。あれでオートでちゃんとライデン打ってくれるからね、それならそれが怖かったんですよ。こっちは多分イオナーズ打ってくれると思うんですよ。どんなのが早いんだろうな。ただ心に関しては私ドルマ耐性があるで拾っとかなあかんと思うんですけど、これだけガンガン行こうぜにしといて、これでオートでいけるでしょ多分。ゴスマ1900、さすがバトマスって感じだね。パラディンよりはあれだね、出すね。これでナズン似たような感じ、フォース入りません。これ最初に守りの盾入れるのって誰だった、昔メガモンでありましたが、そっちの方が安定するやつ、忘れちゃった、なんかあった、ありましたね確か。メタルドラゴンじゃないよな、メタルドラゴンの頃じゃないよな、なんかあったはず、竜王じゃなかったかな。そんなようなと構成にいきますよね、そんな強くないもんね、その状態異常が怖いっていうだけでね。強さでいうとバラマスに近い感じ、2800か2600ぐらいか。ナズンでフォースが入りました。2300、これがっていうか応援団強えな強えな、そうだな、これ本当に行くなら守りの盾最初にかけた方がいい、純粋にオートで早く倒したいっていうなら。なんかどっちもそんな差がないね、これ。フォースブレイクが入るか入らんかのがなんかでかそうだね、これ。うん、多分。ちょっとここで逃げようか。ここで逃げますわ。雷神があるか、ゴッスマがあるかか。雷神が2本あるなら多分デインで行った方がいいだろうね。うん、素直に思う。だけどこれそんなに差がないね。ね、やっぱそれよりすっころびで守りの盾やった方がいいかなって素直に思いますよね。これで、じゃあ、捨て身かけて倒しちゃいます。どういうふうに明日からやっていこうかなって、そこまで苦戦する相手じゃないなら、ひょっとしたらここをレンジャーにして、縛って、レンジャー2人でもいいか。んで、なんとか行く。もう回復なしでご利用せんかなぐらいまでは考えられるぐらいだよね、強さ的にはね。これの方が安定ですけどね。やっぱあれだな、最初より守りの盾の方があれかな、最初の1ターンだけ。でそれからオートの方があれかね、そっちの方がなんか速そうかな多分。どっちでもそんなあれだろうな、私の構成だと。これ雷神の数だろうね、雷神の数があれあれだけど、あとは運要素があるな、バトマスが怒るとかな、フォースブレイクが入るとか、まあ、そのレベルだからそこまで気にせんでいいかな、なんか、まあ、せっかくね、久しぶりのね、メガモンじゃないけど、新規メガモンでね、新しいおもちゃ手に入れたんでね、まあ、遊んでミントということで。結構でもこの心は多分ね、なかなか素晴らしいのが出てくるって期待しとったの多いんじゃないですか、多分。
まあでもこのスライムがあれだもんな、逆にゾウマ超えたらえらいことだもんな。怒ったか、怒ったけど捨て身かけたいんだけど、まあいいか、あもういいや、最初から捨て身いく、せっかくなんで試したいんで。捨て身で行くんだったらもうあれか、捨て身3人でもいいか、フォースなしで。ナズン、フォース入った、フォース入った、フォース入った。で、捨てます、捨てます、捨てます。こういう時に限って怒るね。で、ゴー。どの個性がいいだろう。ダメージ、別にセミやるからそんな食らうわけじゃないもんな。ダムな、ダムな、ダムな。どんなもん入る？捨て身の方がいいんじゃないこれ。ねえ、これ。3人バトマスでもいいんじゃないこれ。バトバトレンでもいい？バラガシだな。捨て身していいんじゃないですかこれ。あ、そうか。捨て身使って雷神でもあれか。あ、ごめんなさい。これ途中までやるで、もう一回逃げさせてください。それで、デインの方で捨て身やって、そこで決めます。うん。これ捨て身でいけそうだもんな。いや、いけるだろ、これ。いかって。こっちでいいんじゃないの？逃げます。逃げます、逃げます、逃げます。捨て身の方がいいんじゃない？これ。ね。あれなら多少の運要素あることはいいで、それならいいんじゃないですか。これでちょっと構成変えます。これでこれでデインの方、デインの方、デインの方に変えて、これも捨て身して、そうするとあれか、魔法戦士をフォースブレイクなしでもいいっていう発想になる。3人も捨て身でいっちゃうとか、これっていうか4凸とか持っとる人があと捨て身せずにゴリ押しした方が早いんかな。そのやっとる時間ももったいないとかってなるかな。私みたいなこのあれだもんな、田舎環境っていうかなんかぼっち環境だから、こうやって何遍も何遍も一人でテストできるような環境だとあれだもんな。まあそこら辺だろうな。だってこれ二人おったらもうすぐ終わっちゃうんじゃない？おそらく。で、三人とか4人ならこんなことやって、いや、捨て身やっとる暇ないよね、多分ね。一人だってこういうこと考えですよね。フォースブレイクとか捨て身とかね。自分のね、その突出してないから火力のなさを、そこら辺のね、職業のこういうスキルで補おうっていう発想しちゃうんですけど。そうかな。なんかあんまり変わらないような感じだな。捨て身やった方が良さそうだね。フォースブレイクよりはね。なんかそんな感じだね。まあ、魔法戦をもう変えちゃうかってところか。あと武器があるかどうか。あ、だったらもう捨て身やるならあれか。捨て身やって魔法戦入れるなら武器統一する必要ないですもんね。ゴスマゴスマ雷神でいいってこと？はい。あ、わかった。これさ、一回さ、捨て身でやりますわ。ほんで、最後に、あの、イオの構成のところを、あの、わかるでしょう。魔法戦士を、バトマスに変えて、で、捨て身捨て身捨て身でやらせてください。それで終わりましょう。それで終わります。それで終わりましょう。これでいけるね。これでいけるね。どんなもんなるだろう。雷神がどんなもん出すだろう。メガモンでまさかこの展開になると思わんかったな。二人あれか、捨て身があれか、転ばされたか。まあ、運ゲー感はあるな、それはな。うん。フォースは一応入ってます。これが困るね、これが困るね。何、何、これ、オートにしたらけ、何。何今の、何今の。だ、捨て身であんだけしか食らわないな。雷神が見たいんだよな、捨て身を。どんなもん、これで。8死3200、ゴスマでいいんじゃないこれ。ゴスマでいいんじゃないですかこれ。ねえ、ねえ、ゴスマでいいよね。メガシュラッシュで2000ぐらいか。イカって2000の8000か。でかいな。わかった、ゴスマでいいわ、これ。
これ回復なしとかいけんかな、だったらこれせっかくなんでもうちょいちょっと遊ばしてください。せっかくなんでちょっと遊ばしてください。これちょっと遊ばしてください。ちょっと遊ばしてください。遊ばしてください。あのイオってやつを移してトップをバットマスで雷神持たせますわ。あれで変えてもいいか。あれで変えても1個あるで。あーこれいいな、できるな。魔法戦士パラディン、パラディンの、うん、パラディン、パラディン、いかん、あれはいかん、あれはいかん。だったらこれでやる。イオにして、イオにして、ちょっと待ってくださいよ。イオにして、ここを、ここを、ここをバトマスにしますわ。ここをバトマスにして、なるべくね、経験値のドレンやつは使いたくないんですよね。あの、ドケチなんで。それで、雷神持たせて、ちょっと待ってください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 よ。雷神、雷神、雷神持たして、ほんで、あ、そうか。帰るか、帰るか、帰るか、帰るか。電影系のなんかないか、電影系のなんか、頭。アリアハンでいいよ、アリアハン。帰んでもいいな、これ。見てきゃわかるだろう。電影系、電影系、アリアハンしかないか。つけられとるな、つけられとるな、アリアハン、アリアハン。光の色向こうついとるもんな。そういうの入れ替えるのもめんどくさいな。これもアリアハンだろう。光のないもんな。そんな私の手元にあるわけないんで。これで、攻撃にして、攻撃にして、攻撃にして。ロトは向こうについとるでしょ。ロトついてないか。ロトあるか。ロトあるなら、ロトあるなら、ロト、ロト、ロトあるなら、ロトあるならいいよ。ロトあって、こんで力、力、力。これにしまして、心、心。これいいよか。で、いいようになっとるか。でいいんじゃないか。ちょっと待ってくださいよ。せっかくなで海神さん、海神さんのデイン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 の攻撃魔力じゃなくて、もう一個なんかないか。デイン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 、あったあった。獣、まあどっちでもいいね、一緒だな。これで力、二次金、二次金。これ入れれるだろう、全部。ああ、そうか、アームライオン向こう使っとるか。わかったわかった。じゃあ、オロチ。あ、ここあれか、黄色入れるか。オロチじゃないね、オロチじゃないね。まあ一応キラマだな、キラマだな。キラマにしといて、で、オロチ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 の、アンドレ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 。これで、行って、そこそこいけるんだったら、次、回復を外してやってみますわ。弾で出こんか。弾で出こんか。まあいいや、これで1点やってみよう。これでやってみて、で、一回逃げてきて、また自宅入って、でそんでここの一番後ろをレンジャーに変えて、あのあれカンダートマホークも出せます。それやると何、これアームライオン4ついるってこと。であれ4つつくめんどくせえな。いや2個目で結構苦戦しとるんですよ。っていうかパラディンがね2人なんで2人総量系にする予定なんですよ、私再三言っておる通りに。そうするとアームライアン2つでいいかなと思って、なんかもう今回余裕じゃんと思ったんですよ。あじゃあもうそんなにいいよね、いいよねと思ったんですよ。こんな構成作ろうとするとアームライアン4ついるじゃんね、あった方がいいよね。レベル57ぐらい、55、57ぐらいかの構成使うといるもんな、これしまったなこれな。でもほっと何部やってもこんだけ入ってこんと恐ろしい環境だねこれ。そんなに田舎ではないんですけどね。でも田舎は田舎ですけど、どうだろう。これがまあ火力出せる、早く倒せるかな。その運はありますけどね。怒ったか。怒ってもいいや、怒ってもしてみ、もう怒ってもしてみ、怒ってもしてみ、怒っても捨てみ、怒っても捨てみ、ここで捨てみ、ゴー。なんかレンジャー入れすぎいけそうですねこれね。ねなんかで、ね、ああやって1ターン目遊ぶもんね。ゾーマみたいになんかバフが切れたりとかないもんな。であの波動も別にあれだもんな。じゃあすっ転びだけだろうな。すっころび体勢にあれか。あでも入れてもあれだな。捨て身のゴスマ3000か。なかなかあれだな、やっぱり。すっころびだな、一番あれなのが。
それ考えるならそこも運ゲーとして してみてもあれだな。あの人あれだよ、めっちゃごつい人だよ、あの人めっちゃごつい人だよ、強い人だよ、あの人ほらあの人強い人なんですよ、あの人強い人なんですよ。これなんかいけそうだな、いけそうだな、これ。あ、それがあるんだ。これで逃げようか。多分これいけるわ、いけるいける、多分これ。あの人ね、強い人なんですよ。なんかね、なんかソロでね、なんかやりたがるようなね、私と同じようなね、なんか性質を持っとる。一回ね、数回一緒だったことある。あれなんかね、おっと恐ろしい武器ばっか持っとるよ。王者とかあの辺りで、ね、なんかとっつ声が違う。私の付近にそんな人がおるんだなと思って、じゃあこれでここあれだね、ここレンジャーで生きるだろ多分。あれがあるんだな、あれやった時にレンジャー、こっちもあれだもんな。これやると経験値上がらんの嫌だよな。じゃあもうパラで4人で行けって話だよな、どっちみち別に倒せない。あの経験値があれだな、ドケチだで。それでこれで、じゃあこれであれ、もうあの防具はもう買えません、もうめんどくさいんで、そこまではそこまでやってたらきりないんで。これあれだな、あいつだけも出しておきますわ。逃げ逃げと、こんでいいでしょう。それで心が、こっちから行くか。金すら、カンダダ、赤はライオン持ってかれてるもんね。ライオン持ってかれてもね、エビホ、それからここは、本当はあれだな、ライオン行きたいんだけど、ジバリア、あれだな、今回のは、そうか、ジバリア、こいつ取らなあかんのか。でもそんな火力あるわけじゃねえの。これ、大義だよな。何入れた方がいいんだ、ここ。キラまでいいんか。ちょっととりあえずキラまで行くわ、これは。鎧の騎士でもあれか。ああ、巨人、あ、そうか、キラまで行って、ジバリア。これで、身の守りじゃなくてもいいんだけど、他にないでしょ、多分。これで、じゃあ、ちょっと待ってくださいよ。満タン回復する？回復するか？ちょっと待てよ。ピンチだね。それは変わんねえ。回復いない構成でいくんだけど、これごめん、入っとく。なんか今、メガモン消えてない？今、なんかザワザワってなったけど、消えてるよね。消えてない？いないよ。あ、おった。これでいこう。これで見たいな。多分さっきのあの人はね、瞬殺で倒しとるはずですよ。ゾウマだってあれだよ、ゾウマか。恐ろしい削り方してきますよ。王者とかあれ、あまりになんかすごい数字出しとるもんで、一緒に最後終わった時あったんですよ、数回。それで装備見たんですよ。ゼロじゃないもんね、無凸じゃないもんね。いや、もう本当にちゃんとね、この何ゾウマだと伝員用で揃えたね、王者で、あんで悟りがあってね、なんかもう本当にもうバッチリ装備っていうのおるんだな、私の周りにな。同級生と同じようななんか名前しとるもんで、その人じゃないかなってなんか思っとんだけどな。いや、だったら、ね、声かけてくれよって。いや、本当にあれは強いわ、おっとろ。私の周りにそういう人がおるんだな。私はなんか中途半端だもんな、これがな。どんなもんですかね、これでいけんかなと思うんですかね。まあ、レンジャーの縛りの運ゲーっていうのはありますけど、それよりすっ転びだろうな。そこだろうな。で、最初にあんたこれちゃんとバフあれだね、変えなかもね。何あれ、ちょっと待った。あれ分かった。パカったれ。パカったれ、あんた。設定が変わってないでしょ、オートの。ちょっと待ってくださいよ、設定変わってないよ。一発撃って、ちょっとレンジャーとこ戻して、いきなりあんなことやってもあれだろう。あ、こいつもあれだが、捨て身やらなあかんかったが、あんたアホだな。ちょっと次の捨て身まで、ちょっと次の捨て身まで、せっかく転ばんかったのに、あんたアホだな。波動はいいわ、波動は。防御と素早さぐらいはいいわ、くれてやる。それで、ガンガン交戦して、これでちょっと待ってくださいよ。
トップのバトマスに戻ってそこ捨て身に変えていきます。お、縛った縛った縛った怒った怒った。これ最高の展開じゃないの最高だよねこれね。これで捨て身にしてオートゴン。どうでしょうこんなんで私みたいなのでもいけるかな、いけるかな。応援団強いもんなこれな。どうだろうどうだろう、どうどう。レンジャーまあまあそうだな、あれ縛り担当だね。まあいいわ。短期決戦ではないけどこの手になるとバットマス強えな。やっぱなフォース入れてるよりこっちの方がいいんじゃないか。フォースは運でそっからダメージ与えて2段階時間かかること考えたらあれだもんな。で捨て身しても何これ、回復なしでもいけるぐらいだもんねこれ。1人や2人はまたあれだな、これ最高の展開じゃね。転ばされんし縛り入るしね、あとあんたはあれだもんね、ちゃんと最初から捨て身入れてしっかりやってるわね。700の43000ぐらいか。ゴスマよりあれか、回数分若干ってところか。これでアームライオンをあと2体手に入れると、まあ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 、もうこれでいいんじゃない。ねえ、これでいいんじゃないですか。いけるんだな。いけるね。ただこの経験値もったいないから、これメタルホイミン 5匹分ですよ。ケチでしょ。これはできるだけ使いたくないな。使いたくないな、これはな。嫌だな、これは。この順番を変えたってあかんもんな。ダメだもんな。これはできるだけ使いたくないな。素晴らしいだな。あんまりお前あれだろ、俺を舐めるなって言ったら、こんな俺をおもちゃにしやがってって。お前なんかにあれだぞ、B 以上はやらんって言っとんな。あの、ちょい悪メタルが。メタルなのか、あれ。まあ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 、とりあえずこんな感じですわね。どんな感じなのか。そうだな。まあまあ、よく分かった。これでいけることは分かったけど、これ全員のレベルが上がったって、上げるもんがなかったらこれでいいけど。パラディに行くわ、やっぱ私。あの、普段の集会は。テスト的にはなんかまあまあいろいろやってみますわ。うん。ということで、トマトということで、そんな感じで、結局こんな風でもまあいけるんじゃないかということで、バトマス、バトマス、バトマス、レンジャー。まあこれ、人によってはあれですよね、持っとる武器それぞれですよね。レベルとかもあると思いますけど、まあでもいけんことはないだろうね、多分ね。55前後ぐらいだったら、武器とか持っとる人、凸が進むのとはもっと楽なんじゃないかな。そこまでして別に楽にクリアしんでもいいけどね。あと転びとかがあるから、運要素があるから一人二人やられるっていう可能性もありますわね。私の環境はね、ソロじゃなきゃいいんですけどね。さっきのね、あのごつい人が入ってきてくれてね、王者じゃないけどシュッ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 振り回してくれてね。とまあそんな感じでね、なんか適当に遊んでみまして、こんな感じがまあなんとか回復なしでもいけますし、攻めかけてもそんなすごいダメージじゃないですし、レンザーで縛ったらもっと楽ですよということで、なんですけど私はやっぱりね、パラディンのレベル上げたいんで、経験値もったいないし、あのパラディンで行く予定ですということで、はい、ということでそんな感じで終わりー。